ベッドでできる簡単の下腹腹筋レッグウォークを紹介していきます。今回の腹筋のメリットとしては、下腹の腹筋は足を動かしてお腹に負荷を加えます。ほとんどの方が動きが早すぎるんですね。動きが早いってことは足ばっかり力が入ってるんです。今回はゆっくり動くことによって呼吸が乱れずに行うので、お腹を押さえる腹横筋をしっかり鍛えることができます。今日も一歩前進しましょう。肘をついて行います。ここでポイントは、肘をついた時に腰が床につくような肘の位置です。1種目目は足をゆっくり動かします。抱えてる足は前よりもしっかり抱えて、骨盤を立てた状態を作って足を動かすことができます。動きのスピードは合わせてください。息は止めないように注意です。スタート。ゆっくり足を動かします。目安は足を伸ばした時に息を吐く。このくらいのスピードで動かしてください。腰が浮いちゃうよって人はしっかり膝を抱えてください。抱えたままで足を伸ばします。足の力をできるだけ抜いた方がお腹に効いてきます。はい、 OK。 今度はこういう感じで足をね、パタパタします。あとゆっくりです。これで腹筋の外側から内側に締める感じでお腹を使えてます。腰が浮いちゃう人は少し膝をね、曲げてください。しっかり腰つけられるよって方はちょっとね、足を前面に出して行うと効きます。息はできるだけ長く吐きます。股関節痛くなるよって方はね、ちょっと膝をね、動かしてもいいです。ゆっくり。はい、OK。 今度は今の状態でゆっくり上下に動かします。腰しっかりつけて、あと足を動かすというよりは骨盤を立てるっていう感じです。できるだけ足の力を抜いた方がお腹を使うことができます。気持ちね、骨盤立ててクッと、ね、クッとお尻も動かす感じです。足の力でやってはダメです。あくまでも腹筋、骨盤を使う感じです。はい、OK。 今度は両足を動かしていきます。両足の曲げ伸ばしです。あと足を伸ばして腰が浮く手前で戻します。これもゆっくり。腰が浮くとお腹の力逃げちゃうんで、腰が浮く手前で膝をまた抱える。腰が浮きそうだよって方はね、肘をね、もう少し広げてみてください。そうすると腰が床につきます。あくまでもゆっくり動いて、あと少しです。OK。 ラストです。膝を少し伸ばし気味で、このくらい、これで足を動かしていきます。かかとはね、つけてもつけなくてもいいです。
軽くタッチする感じ。これは足伸ばしてやるよりちょっと曲げた方が足の力が抜けてお腹に力がねかかります。あーきつい。みんなも頑張って、いやー頑張って、うわーお腹がちぎれそう。くわー、あと少しですよ、頑張ってみんな。うわーきついこれ。ゆっくり動いて、 OK。 くわーいってー、腹がちぎれた。お疲れ様でした。どうでしたか？お腹に効いたよ、効かなかったよっていうのはグッドボタンとコメントで教えてください。慣れてくると息を長く吐きながら動くことができてきます。そうなると腹筋の表面よりも深層部を使うことができてきてますし、息をしっかり吐くことができれば腹横筋が鍛えられてお腹が出ない体ができてます。説明欄に時間貼ってますんで、そこからスタートして何度も行ってください。お酒飲む方マイナス5センチ頑張りましょう。今回もご視聴ありがとうございました。